駅と走ってですね、まあちょっとかなりインパクトがあったのは、まあ、回転数1万1000とか1万2000回転とかでこう乗ってるんですけれども、乗ってたんですけども、1万2000回転を超えて一度だけですね、1万4000ぐらいまで回っちゃったことがあったんですよ。なのでおそらくですね、まあ1万2000回転以上からパワーバンドに入るんだと思うんですよ、この V4R。 一番美味しいところですね。まあここの回転数1万2000回転以上がこの V4R の、まあ、真骨頂なんでしょうね。本当の意味での V4R を、体験できるのがこの1万2000回転から上ですよね。だからおそらく全開にしたらですね、ものすごい加速感なのかなと。そのツーストみたいなピーキー感はないですよ。いきなり1万2000超えた時からドーンっていうですね、ああいうワープするような、そういうツーストのようなこうドッカーンっていうような加速ではないんですけれども、こう滑らかにですけども非常に速くですね、こう加速していくっていう感覚なので、ツーストみたいなこう来るぞ来るぞびっくり箱来るぞドーンみたいな、そういうあの加速感ではないですね。なので非常にそういう部分では扱いやすいというか乗りやすいフィーリングですね、うん、まあここまでダラダラと話してきましたけれども、まあ V4R を楽しむんであれば、やっぱりサーキット走行っていうのはうんされた方が、うん、楽しいんではないかなというふうには思いますね、うん。まあそれにサーキット走行されると間違いなくライディングのスキルは上がりますので、そういった部分でももしまだサーキット走行したことがないよっていう方はですね、サーキット走行をぜひしてみていただけたらなというふうに思いますね。なかなか街乗りでこう練習するっていうのは非常にリスクが高いですよね。ですからサーキットの方に行ってこうライディングスキルを上げた方が安全だし、早く、上手くなれるんではないかなと思いますね、特にバイクのこともですね、いろいろ知れるので、分かってくるので理解が深まるんではないかなというふうには思いますね、はい、ここまでですねお付き合いいただきましてありがとうございます。まあだらだらと1000キロ慣らし運転を終えた、まあ、V4R に関しての感想をですね、話してきました。
まあ、なかなかちょっとまとまりがなくて非常に分かりづらかったところもあるかと思うんですけれども、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。いや、すごい暑さですね。今ちょっと休憩で、水分補給の方したんですけれども、いや、この暑さでもう少し走ろうかなと思ってたんですが、ちょっときついな。帰ります。